どうもレオです。ポッチです。モンストガチャ回していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回ね、あれですよ、劇重心祭、はい、大勝利でした。大勝利、本当に大あんな大勝利あるのかっていう。そうです。大勝利でしたよ。多分あれじゃない？ネタにならず大勝利だったのって初じゃないですか。はい、初。まあ、剣心の時は良かったんですよ。まあ、なぜか剣心が3体来たんですけど。剣心3体そう。なかなかないし。とかっていうのはあったりとかはあったんですけど、まあ、あの時はすごかったですね。で、うん、ちょっと30連の予定が20連ぐらいで終わって。そうそうそう。で、まあ、あの時に言った通り、うん、セーラームーンコラボを、うん、約束通り回そうかなと。回しましょう。はい。なので、まあ、何十連とかじゃなく10連です。10連ね。はい、うん。でまあ、今回のあたりはまあこれはそうでしょうね。月のうさぎ、月のうさぎさん、あれですよ、今日ポッチは CM 見て、あ、そう、あれでしょ、カズレーザー、そう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 、なんか可愛かった。でも随分なんかムッキムキだったけどな。ムッキムキだけどなんか一瞬わかんなくて、うん、あ、可愛いって思っちゃった。なんか弾丸論破で見たことあるよね。あ、ムキムキのセーラー服セーラー服着てる。いや、そんな話して、そこまでムキムキじゃなかった。まあ、あとマーキュリーと、ビーナス、そうなんだ。で、星5で、マーズと、星5なの？ジュピターっすね。ジュピターも星5なの？そうなんですよ。なんか人気順なのかしら。どうなんだろう。ヴィーナスの方が人気あるの？ちょっとなんかみんなこれ多分思うとこあるだろうね。ファンの方々からすれば。そうなんだ。きっとね。てか全員星5にしたれよって思いつつ。まあまあでもね、しゃあないのかなって思いつつ、まあこれ10連回しますよ。で、星玉も溜まるんで。なんかすげえ星5が出続けない限り。ってことでこれ回しますよっていうのと、あとついでに、前の今のイベントの特玉が1個あるんで、うん、これ最初に回してから10連回します。はい、はい、ってなわけで、じゃあ、まあ特玉からいきますわ。うん、まあ、これはちょっと役落とし要素が大きいですよ。うん、早い。うん、もうサクッとシュッと、まあ、逆に言うとセーラームーンってさ、俺あんまもちろん見てるわけじゃなかったかな。あ、来たな、よくこいつ出てくんな。うん、で、誰当たっても別に普通に嬉しいっす。うん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 、うん。でもコラボの4号とかも強いんで、うん、この辺は欲しいっすね。困ったな。ポチは、マーズが好きだったんだけどな。そうでしょうね。きっとそうなんですよね。今のリアクションを見る限り。多分マーズすげえ強いんじゃない？うん。さあ行くよ。よし。なんか出るのかなぁ。そうだね。まあ、あれ、無欲ですよ。うん。本当に演出出ねえな。うん。見たことないんだけどなぁ。でも、やったぁ。うん、まあそうだよね。いいです、いいです。かわいい。いいですよ。うん。ここまではそうですよ。それは。あれ？やったー！おぉ！うさぎちゃん。あ、どうも。どうも。ありがとうございます。逆に？お。おぉ、びっくりした。え？あみちゃん。あれ？ちょっと待って。え？嘘？おぉ、そっちが出ない。あ、見て、まあ、マーズっていうか、レイちゃんがいっぱい。レイちゃんいっぱい。レイちゃんいっぱい。いや、ちげ、え？あれ？すげえ。あ、溜まった。溜まったぞ。さあ、回せ。お、回すよ。それ回すよ、これは。お、でねえな、ほんとに。お、なんだ？誰だい？あれ？これなんかポチ持ってた気がする。誰だっけ？誰だい？あ、パーシー。パーシーだ。パーシー。
おおおうん、そうか、あれどうしよう、どうした、ジュピターいなかった、まこちゃんいなかった、まこちゃんきっと特玉たまったら出るかな、から、うん、いいや、すげえ今出たの、マーキュリー とムーンで、そうっすよね、うん、ストライクショット、やったじゃん、月に変わって、おしゃぎょ、あー、そうね、うん、聞いたことあるよ、これもうすごい有名じゃないですか、ストライクショット、水でもかぶって反省しなさい、あー、なんか聞いたことあるよ、そのわあ、マジっすか。うん。やった。ありがとうございます。やったー。これなんだろう。もう一個神化があるんですよね。うんうんうん。エディリオン、私たちずっと一緒よ。おお、なんかちょっと俺この辺になってくるともはやもうわかんないけど。うんうん。はあ。でもなんか強いとは聞いてるし、うん、いや本当ありがたいです。やったじゃん。無欲の勝利です。無欲の勝利か、そうだな。そうです。無欲がいいのかな、やっぱり。やっぱそうだね。うん、やっぱ欲を出しちゃいかん。いけないだな。うん、ああ、ここ2回すごいっすね。うん。この後の年末、うん、年末出ないってことじゃない？年始が怖くて仕方がないです。欲もあるし。もうそんな年末年始なんて欲にまみれてますから。欲にまみれてるからもう全く出ないんじゃない？欲にまみれてますから。そんなだってどうせ新年あれでしょ、新キャラ出るんでしょ？出るだろうね。思ってるんで、うん、欲にまみれ爆死する、爆死して年末年始をで正月を迎える、そう確定があるんで、あーそっか、多分そうか今まで通りなら、うん、そうっすか、やったね、え、よかったです、うん、本当に嬉しいです、やった、ありがとうございます本当に、うん、よかったよかった、じゃあ今回ここまでにしましょう、ここまでご視聴いただきありがとうございます、よろしかったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです、では次の動画でお会いしましょう、またねー、バイバーイ。